はい、第6回ですね。共有結合に入ります。原子はその最外殻電子、一番外側の核の電子の数がその物質としての電子の数がその物質としての性質に大きく変わっています。それを表したのがこの電子式です。で、その一番外が最外殻電子の数がいくつか覚えることはないですね。周期表にみんな載ってます。だから周期表は本当覚えなきゃダメ。最外殻電子の数がこちらから順番に1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、まあヘリウムだけは例外で2個ですが、まあ、2個っていうのはまあこんな感じで表すけどね、これだけ特殊で2個ですが、これを見れば大丈夫です。で、実際やりながらどういう意味か考えていきましょう。まず水の電子式、水 HOH、まあ、この順番に並べるのがいいですね。で、基本的なことでこう原子記号があって、何でしょうかね、 CL ですか、 CL があって、で最大でも8じゃん。8なのでこの上下右左にこう2個ずつ枠があって、そこにバランスよく入れていくと考えてください。電子式ね、 CL だったら最外殻電子が7個だから1、2、3、4、5、6、7、こういう2つ揃ってるところと1個しかないとか、そんな感じでね。で、水です。で、この電子式の入れ方の考え方、これすごい大事だよ。自分の周りの電子の数ね、自分の周りの電子の数、周りの電子の数が H だけは、 H はもうあの一番内側の計画しかないから H は2個で、その他は自分の周りの電子の数が8個になると安定。この心がけで作っていきましょう。まず H の電子式はまあ1個しかないからこんな感じでね。で、 O は6個、まあ上下2個ずつにして1、2、3、4、5、6、こんな感じで表しましょう。で、 H は自分の周りが2個が安定で、 O は自分の周りが8個が空いて、お互いこういうふうにもう一つ H がくっつこう来て、こうとここ、こうとこ、ちょうどいいですよね。分かりやすいように H 由来の電子を青色にしましょう。青で、酸素由来の電子を、酸素これ最外殻1、2、6個あるからね、1、2、3、4、5、6、こうしましょうね。そうするとここで確認してほしいのが、 H は自分の周りが電子2個になってるね。で、こちらも同じようにこう2個になってる。で、O も同じように1、2、3、4、5、6、7、8、このようになってます。これが電子式の基本で、構造式っていうのはこれはもっと簡単に1回でこう書いてだったら大変だもんね。ということで、ここの部分共有している電子対がありますね。こういう共有している電子対、共有電子対とありますが、で、共有してないのが普通、非共有電子対、まあ、こんなの教科書に載ってるからいいよね。この共有電子対のところはこう代表棒で表します。で、この場合一つなので、これが構造式になります。こっちが電子式でね、一回ここで区切りますね。